こんにちは、和やか仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日のお話をお願いします。はい、今回のテーマは上品下品です。はい、今日で5回目になりましたね。はい、今日は下品のお話でしたよね。はい、はい、そうです。あらかじめちょっと断っておきたいと思うんですが、はい、はい、結構内容は衝撃的というか、そうですか、驚く内容ですねこれまでお話伺ってきて、その中盆の下の方でも本当に素晴らしい人としてね、やっぱりそういう極楽浄土に行ける方っていうお話ですから、下盆の方といってももう私も手と届かない素敵な方のお話が出てくるんだろうなと思って聞いてるんですけれど、そういう人たちじゃないんですよね。そうなんだそこはちょっと意外な感じですけど、どういう人になるんですか。はい、まず下盆の、これも上中下でいきますと、下盆の上の人たちというのは諸々の悪を作ってきた人たちということで、具体的には仏教で十の悪が教えられております。はいはいはい、前回十善というのもやりましたが、ありましたね。はいはい、その反対ですね。十の悪ということですから、心では欲深く、もう自分のことしか考えていない。そして怒り、怒りっぽくて、その怒りのまんまに生き、はい、また人を恨み妬み、人のせいや世の中のせいにして恨んでいる。はい、また口では忌語、両舌、悪口、妄語と、その自分の欲のために、自分の欲しいのためにお世辞を並べ立てたりとか、はい、仲のいい人を引き裂くようなことを言ったりとか、はい、また悪口言ったり嘘ついたりと、そして体では殺生、生き物をこう殺し、また中等、人のものを盗み、邪淫、不倫とか浮気とか、はい、そんなことをしてきた人たちが、下品の上の人です。はい、もう言いたいことはいろいろあるんですけど、はい、いや とりあえず次中とか聞きます。はいはい、でさらに下品の中の人になりますと、破壊の人と言われまして、戒律ですね、仏教で教えられるルールですけども、それをこう破ってしまった人たちですね。また不浄説法と、これは仏教を伝える立場の人、僧侶、仏弟子、お釈迦様の説かれた教えを、仏教の教えを皆さんに正しく、はい、間違いなくこう伝えなければならない、そういう使命を持っているわけですね。ところがお釈迦様の教えをこうねじ曲げて正しく伝えない、これは不浄説法と言われたり、はい、またその自分のその欲を満たす、自分の保身のため、利益のためだったり、そのためにその仏教の教えを伝えている、仏教の教えをこう売り物にしている、こういうのはまた不浄説法と言われますので、下品の中というのは主に深く仏教に関わっている人に対するものですね。はい、でさらに下品の下ですね、上品中品下品の3つの中でも一番下の人にということになりますよね。なりますが、はいはい、下品の中でも一番下の人というのは、先ほどの十の悪に加えて、はい、さらにですね、仏教で教えられる大変恐ろしい罪を、人のことを言います。はい、分かりやすいことで言いますと、親殺しというのがあります。仏教では私たちが人間に生まれるというのは非常にこう難しいことだと、そうですね、はい、いうことは何回か話をしてきました。はい、その生まれがたい人間に生まれることができたのは、これは両親、親がきっかけとなって、そりゃそうですね、ですので、はい、親がいなければ絶対人間に生まれることはできなかったと、非常にその親には深い恩があると言われるんですが、その親をこう自ら手にかけてしまうと、大変恐ろしい罪だと、このように仏教では言われております。はい、そのような重悪、またその恐ろしい罪を作って、はい、そして少しも良いことをしてこなかった人が下品の中でも一番下の人ということになります。はい、下品の方はどう聞いても私より悪いやつですよでもそういう人たちも極楽浄土へ行けるんですよと、そこがもう全くはーって感じなんですけど、そうですね、私たちの普通の感覚からすると、なんでそんな人が
行けるのっていうね。んどっちかというと極楽浄土と真反対の方に行きそうなイメージですけどね、うん、そうですね、はいはい、そんな人はあの苦しみの世界に行くんじゃないかと、うん、その通りだと思ってたんですけどっていうかこれまでそういうことも聞いてきたしと思ってたんですけど、はいはあまあ、もちろんあのそのままであの行けるということではなくて、ああやっぱりね、はいはいまあ、こういう人たちにあの勧められていることがあるわけですね。ほう例えそのこういう悪を作ってきた人であってもお釈迦様はあの極楽浄土へ行ける道はあの、まあ、示されているんですが、じゃあ一体そのこれらの人たち何を勧められているんだろうかと、はい、めちゃくちゃ気になりますね、はいはい、そのことについてはあの次回お話ししたいなと思っております。はい、そういう人たちでもっていうのをぜひお伺いさせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、またよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。